どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、 YouTuber を目指すあなたにですね、まあ、上手な撮影方法の一つとしてちょっとね、覚えておいていただきたいことをお話ししようかと思います。例えばここにカメラを据えて撮影今してるじゃないですか。もうここでもうね、差ができてるんですよ。どんな差かというと、ある人はね、こんな遠くから喋ってるんですよ。こうなると背景に溶け込んで人物がちょっとね、印象薄くなります。逆に画面の半分顔ですみたいなね、まあ、これはなかなかインパクトがあるなと思いますけども、結構見る人に圧力を与えます。だからだいたいね、バストアップで画面の4分の1から5分の1に自分のこのね、顔の太さが、これ4分の1から5分の1でしょ、来るバランスがいいです。プラスど真ん中にいるよりもちょっとね、端っこにいた方がいいかなと。そうするとこの辺の生活背景が見えるでしょ。で、私の場合ちょっと極端ですけども、やっぱりね、壁一面にあってシンプルとか、片付いてないところを見せないようにするとかっていう工夫も必要かと思いますね。まあ、そうすると印象はよろしいかと思います。で、私も放送した当初っていうのはもうちょっと背景がシンプルだったんですよ。まあ、こんな感じで掛け軸があって、あんまり掛け物もなくてね、和室の中でこうやって喋ってるみたいな感じだったんですけども、あれからね、もう何年も放送してますから、まあ、子供が生まれたり部屋の中の環境が変わったりとかして、今こうやって雑然としてるんですけどね、まあ、これは大和くんが父の日に作ってくれたネクタイなんですよね。いいでしょ。こうやって私の場合は変化する毎日を同時にお届けすることによって、視聴者さんと一緒に時間を重ねていく、年を取っていくっていうことをやっております。まあ、これ私がね、もう10年も放送してるってところもあるんで、面白おかしくやる意味の一つだと思います。ただセールスの動画とか何か特別なプロジェクトをしてる時っていうのは、背景も変えるし、ロケーションも行くし、編集もしてる、割とパシッとした動画だと思うんですよ。まあ皆さんもね、感じてらっしゃるところがあると思いますけども、ということで撮影に際してこういったバランスもね、考えてみたら、より、なんかクオリティの高いものができるんじゃなかろうかということでございました。それではお疲れ様です。